ちは、スポーツ支援員の川本ゆかりです。今日ご紹介する運動は、動物まねっこ体操の第3弾として、動物にまた変身したいと思いますのでやってみましょう。はい、ではまずキリンに変身したいと思います。キリンは背が高い動物ですので、自分も背を高くしてみてください。かかとの位置を高くして、まっすぐになってますね。そのまま首も長いので手を万歳にします。そこから歩いてきます。ぐるっと歩いてきます。つま先立ちで歩くの結構きついと思いますが、後ろも歩いてみます。はい、そこで今度グラグラしてるけども、かかとを下げないで、キュッ、下げないで、ずっと下げないまま、床をタッチして、下げないまま、キュッ、おー、チャレンジしてみてください。そして、2つ目、フラミンゴ、片足で立ちます。片足で立ちます。しっかりと膝を持って、胸につけましょう。そうです。そしたらここからがちょっと難しいですが、離します。手を片手ずつ離して、両手離した。さあ膝の位置が変わらないように頑張ります。バランスしますよ。で、足先も丸を描いてみましょう。はい、こんな感じです。ちょっと横向きますね。横向いてみます。どんな感じか。グッ。これをしっかりぐるっと胸に、ももを押し付けたら、片手ずつバランスして、膝を落とさない。で、ぐるぐる出します。はい。じゃあ、右足、左足ありますので、フラミンゴ、やってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。動物まねっこ体操第3弾でした。今日はキリンとフラミンゴでしたが、グラグラしないように頑張れましたか。次の第4弾もありますので、楽しみにしていてください。